どうも、オベラです。さあ、それではガチヤグラですね、高橋経済特区のステージの方でやっていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ということで、さあ、それでは相手の編成はクワッドホッパー、ブラックダイナモローラー、ホットブラスターカスタム、スプラスピナーコラボということで、なるほど、よし、これは最高。これもう一人持っていきたいな、ね、できれば。できれば。この無理状況の中で、一人ぐらいは。よし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 。まあ、初動としてはいいでしょう。雨降らしも入ってったし、塗りが取れてんのが最高に戦いやすい。まあ、今回相手銀バッジがいるからね。強い人がいるから。勝てたらめちゃくちゃ嬉しいということで。いやー、これクイックボンガーねー。いい感じのダメージ入ってたら多分倒せたけど、惜しい惜しい。だけど盤面取れてるし、塗りもいいから、しかも正面の関門突破してるし、これ圧かけて、あとはここの高台やな、取っていきたいの。あ、この壁塗りたい、クイックボムで。あー、こんにちは。真正面。いやー、ここまで上がれてナイスダマつけて惜しかったんけど、まあまあ最初からこんだけいったのは美味しいぞ。いや、そんなウルトラ着地はえぐい。この逃げ場のない、いやー、ちょうどいい場所、いいタイミングで測れたな。これちょっと落ち着いてやっていきたいところ。まあ、カウンター買ってはいるし、盤面は取れてるから、ポイズンミスとちょっと注意、インク切れで何もできないみたいな。うわ、芝取られた。そこにサムライド、そのサムライドの吐き方いいよね。高台からのあれは強いで、ついで塗りも取れるから、使い方によっては強いからね。手前入られたくないんだよな。手前の高台下とかも強いし、センサーロボットボムもこっちに来る。当ててはいる。これ避けたい。ウルトラ着地読めんの、あのね、避けたりとか狩るのも難しいですからね。ナイスウルトランコ、よく止めた。ここの関門突破すると結構進まれやすいから、よし、ナイスクイックボム。ちょっと塗りが、梅雨が整えていきたいなと、こっち高で取っていきたいな。どっちに投げるか、塗りか投げた方が良かったかな。まあまあまあ、リードはできてるから、問題こっから、こっからの相手の守りがめっちゃ固い。まあ、ポイズンミスあるし、センサーつけてくるし、ダイナモは単車手で勝ったりしても強いし、よし、これキル取れたの美味しい。いいぞいいぞ。こっからヤグラ下がるから、問題こっから右の高台取って、アメいければ。いやー、これ倒せないか。相打ちぐらい持ってきて美味しかったんけど、まあでも相手のクワッドがこう思いっきり前にガンガン来る感じではないから、まあ戦いやすいな。ガンガン来られると、でヤグラに、まあ、ダイナモとかね、あのスプラスピナーとかあの辺りが乗ると非常に相手の編成的には強くなってくるから、そうじゃないのがまだやりやすい。当てておいて、よし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 、今のキルは最後に気持ちいいな。着地は注意、近くに全員持ってかれる可能性あるから。この手前のスプラスピナーコラボ、この銀バッジの人、これ注意。手前入ると強いからね。左の高台とこの手前の高台下取られないように。よし、これキル取ったもしいぞ。ここ積極的に取っていきたい。後ろおるけど、バシャってくるけど、これ上がってきてキル取れたら激アツやけどな。めちゃくちゃ難しいけど、よし、キルは取れた。ちょっと粘るか。センサーもポイズンミスもえぐいな。よし、これ美味しい美味しい美味しい。ちょっとこっち有利になったかな。この場所取れて、相手の守りのところに、これヤグラ下がるか。これできるだけ耐久していこう。これでカウント持っていけるはず。でナイスダムをいい場所投げて、やっぱ前行きたいけどいけないな。足元も取られる。スプリンクやポイズンミスト、守りめちゃくちゃ硬い。だけどいい感じではあった。で塗り取れてるからめちゃくちゃ戦いやすい。楽と戦えるとね、塗りが素晴らしいからね、めっちゃいいんですよね。しかもあの武器メイン強いから使
プライとしてはすごいなと思う。使うのは難しいなと思うから、うまい人だったらほんま一撃でねしてもらえるから。よし、2人持って楽しいぞ。残り時間は少ない。復活ペナルティを倒したもんね。はい、ナイス。さあ、それではガチアサリですね、ネギトロ炭鉱のステージの方でやっていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ということで、さあそれでは相手の編成はオーバーフロッシャー、若葉シューターにスペースシューターコラボ、ロングブラスターカスタムか、まあ射程長めでルール関与できて乗れる武器ということで、まあメインはちょっと弱めの武器もあるけどって感じか。アサリカウントがね進むのマジ難しいけど、初動めっちゃいい、初動めっちゃいい、キルも取れた。いやストラップ強いな。そのバリは強い。サイドライドが溜まってくれたかな。ちょっとエナジースタンド取りに行くか。えぐい、足場取らないでほしい。えぐい、ちょっと回復したい。よし、取れた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 。いや、こっから硬いな。ここ本当は上で使いたかったんやけど、仕方なく使っていく。いやー、入ることはできたけど、本当はね、相手のグレートバリア張ってるところで行きたかったんやけど、サムライド溜まってなかったんと、エナジースタンド取りたかったし、まあ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 。これはね、絶対挟み込んでとか見るとこ増やした方がいい。まずいカウント進みづらいステージやから、逆にカウントを進めてしまうと守りにも徹しやすい長射程で、この武器意外と射程あるのでね、AM が良ければ一撃で倒せるのはおすすめ。注目集めたい。ドリンクも飲めたし、資格持っていきたい。えぐい、ボンバンコクンのみたいな。だけどまあまあ、まずは先制点いけたし、離れたところから届くスペシャルがやっぱいいですよね、こういうステージ。サムライダー自ら突っ込んでいくハイリスクハイリターン的な感じだけど、刺さればハイリターン。よし、ちょっと引きながら、いいぞいいぞ。スプリンクラーで塗り状況を整えられるから、整えていってサムライダーも溜めていきたい。そして積極的に相手の方侵入していきたい。ボム強いから、ここも強いね。一人ぐらい持ってきたらいいんだけど、だけどいいぞ、いい感じでこうばらけて両方から攻めの状況が作れてるからめっちゃいい。こっちはもう積極的に相手のエリア入るのやっていく。それグレートバリア使ってくれたら美味しい。ゴール前でね使われると本当に強いから、ルール関与できる素晴らしいスペシャルやから、これ倒せたら美味しいけどな。近距離のプラスター対決、よしよしよし、制していく。いいぞいいぞ。これジャンプで逃げたいな。ちょっとあの高さは難しいな、狩るの。だけど味方ナイス、その間に。これジャンプで帰れたら美味しかったな。だけど、ヘイト稼いで間に味方がね、焦り入れてくれたから、結果的に良かった、良かった。よし。いいぞ、カウントが進められてるのはめっちゃいいことや、このステージで。まあここのね、インクライブができたのは良かったと思う。ただやっぱりここの壁が乗れないから、個人的にはヒラメオガカ団地のステージとかもそうやけど、基本攻めた者勝ち で攻めて中央高台取ったら本当に打開もしづらいステージで、やったもん勝ちのステージやから、壁はやっぱ乗れる方がいいと思うけどな。ここのステージもそうやけど、本当にカウントが進めづらい。ナメロウ金属とかもまあマシにはなったけど、まだあそこは右側も入るからまだマシやけど、こっからのカウントが進みづらいな。入るのでやっと、さっきの連続キルはめちゃくちゃ美味しかった。さあエナジースタンドありがたい、これは取っていきたい。よしよしよし、取った。よし、いやシールドもありがたいな。でメインでキル取れたのによかった。やばい、ボムがこれでもかっていうぐらい届いてくる。サブインクのね、あれは強いからね、あの武器は。サブがメインみたいなもんやから。まあ相手の編成的に言ったらロングとか若葉あたりを倒したいと。ナイスナイス。ああ最高、こ
これはアサリ集まってるから味方にアサリ渡して入れてもらおう。そしてこっちはサメライドを貯めて入れていきたい。これでもかっていうぐらいフォーム飛んでくるけど、よし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 、これアサリ入れよう。アサリ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 、いやめちゃくちゃナイス、ワイパート、それはめちゃくちゃ大きい。ここカウント進めるのマジ難しいから、できたらここの高台とか取っていきたいんやけど、もうあえて復帰してきてるから狙うか。ここであえて前が行きづらいようにして、まあ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 12まで行けたから、あえてみんな固まってる。手前は入られてない。裏取りとかされると本当に厄介なステージやから、先に裏取りしたもん勝ちやと個人的には思ってる。裏取りさせて相手には裏取りとかはさせない。常に攻めの状況でいくと、オーバーフロッシャー注意、オーバーフロッシャー反射してもあの弾当たるから、キル取りたいな。向こうに行ったと見せかけて下がってからの、よしよしよし、あとジェットパックか、これ分かれそう。よしよし、ナイス。まあ最後落ちちゃったけど、まあいいでしょう。それでは最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、各種 SNS もやってますのでフォローよろしくお願いします。ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。